東大野球部で活躍し、大谷翔平を超える、大谷翔平を超えるって書いたんですけど、野球だけで超えようと思ってなくて、人間として大谷翔平を総合力で勝ちたいと思ってます。人間として。すごいハードル高いできた。<laughs> いやいやま、まずちょっとねグローブの寄付から始まりますからね。まず六億円だよ。<laughs> そうですね。<laughs> ちなみにそのどうやって大谷ご栄をするんですか、まあ。大谷翔平さんが世に与えている幸せというのをまあ自分が より多くの幸せを届けたい、まあ、正直まあ抽象的な感じになってしまうんですけどそれが最終的なゴールですなんか具体的に今のところでもいいんですけどないんですかそのえっと書かせていただいたんですけど、まあ、最終的には、えーっとまあ、日本の憲法を変えて、まあ、大統領として、まあ、日本がまあ素晴らしい国であり続けるための制度を整えたいと思ってます大統領になりたいな総理大臣の制度をなくして大統領制にしたいんだそうで自分が総理大臣になってから 変えたいですねああ。あそこに総理大臣になりたいです。競合色、競合<豪>なんでライバルです。ライバルなんて。<laughs> <laughs> しかしあとね気になる経歴としてね予備試験に受かったのに司法試験に落ちると。そうです。それってどうどんな展開なんですかそれは。司法試験をまず舐めてたっていうのが一個あってなのでそこまで力を入れて勉強してなかったっていうのがあってもう一個はその司法試験の一週間前までちょっと入院してまして。 なんでその直前の一ヶ月全く勉強できなくて。でちょっとその後遺症というか影響が残った中での受験だったので。もしかしたらその影響があったのかもしれないなと今となって思ってます。はあ、予備試験受かって落ちる確率ってどのくらいな。二パーとかです。はあ。その二パー引いちゃった。引いちゃいました。大学生に落ちました、はあ。そうだよね。えー 今時予備試験って激ムズなんじゃないですか？激ムズです。すごい頭いいんですね。頭めちゃくちゃすごいと思います。ね。しかも三年生で。え？だってまだ二十歳だもん。何歳で受かったってこと？最速レベルだよね。うん。二位ぐらいでしたね去年。二位？二位？高校生が一人受かった。おお。ええすごいね。高三からめっちゃ勉強したんですか？もう一日何時間ぐらい勉強するんですか？いやあの高三から大学一年生の十月ぐらいまでは。 1>, まあ1日23時間ぐらいしかやってなくて、えー、で最後の10ヶ月ぐらいはまあ1日10ぐらいやった感じです、えーえー、受験生版で出てきた中で圧倒的に一番優秀というか天才だと思います <laughs> そんな薄、はいんだいやもう全然ですよ全東大より難しいと思うんでそりゃそうだよね、うん、すごい予備試験この年齢で受かるんだろうねすごいすぎるな <laughs> やばいよね若くして 司法試験を受かり弁護士になりその経歴を生かして政治家になりっていうのが全然できそうな感じでするんだよねルックスもいいし本当ですかうんい,やいい面構えだと思いますよそれじゃダメなん何回なかなかできねえぞ普通の人はえと当初はそうしようかなと思っていた節はあったんですけど、えー、まあ正直去年その予備試験に向かって大手事務所の就活もいろいろ行ったりしたんですけど <laughs> まあそれ自体の仕事には魅力感じる部分はあったんですけど、まあ、正直ちょっと一緒に働く仲間というか同じ就活生と話しててあんまり自分に合わないなというかやっぱ超エリートばっかなんでなんか保守的というかこの道で弁護士の道で行くんだみたいな感じがちょっと自分的に合わないなって感じちゃって、まあ、自分はどっちかというと破天荒な人とかそういうタイプの人が好きなので。<laughs> <laughs> <laughs> 就活生がみんな林さんみたいなタイプだったら絶対弁護士になったかもしれないんですけどなんか双日にいる子たちと同じ感じがしちゃってで早稲田の政治家大学もそんな感じの子たちだったので<ー>なんかずっとこの環境をあんまり好まないなと思ってたのがまたこれが続くのかって思うとちょっと微妙だなと思っていいだからどういうとこが魅力に感じてるんですかチームのあれとして。えとまあ、やっぱり 他の5つのつ大学っって本当にスーパースーパーーーーパパエリートばっかなんですねでも東大にはまず強豪校とか出身の人はほぼいなくて、えー、無名の状態から4年間頑張ってでもやっぱ対峙する相手っていうのがエリートばっかなんでその中で成長っていうのがやっぱ人一,一倍あるので無名の状態からもう駆け上がっていくストーリーというかそこが一番魅力。とやっぱり対戦できる 自分の場合はちょうど自分が1年生に入学したときに4年に同期がいる状態なので特に親友が今頑張ってピッチャーで頑張っている状態なのでバッターとして対戦したいなっていうのがありますちょっとスタンリーさんのこの今後のビジョンというか人生設計を知りたいんです、まあ、一番じゃ理想のパターンでいいんでそしたら一番は大リーグですね、はい、じゃあ大リーグで30歳ぐらいまでやるまあ希望は35ぐらいまでやりたいですじゃあ35ぐらいまでやった後にその後どうする まあ大リーグまで行ったら、まあ、そこそこ知名度だったり、うん、あったりすると思うので選挙で勝てるようになってるね、うん、なのでそれともいきなり、えー、政治家にならないで弁護士とかを挟むのかとかでそれがもうちょっと、まあ、現実的に言うとアメリカン独立リ,リーグとかで行くと知名度が,上が、まあ、そこまでないから多分こんなビジョンになるかなみたいなのをちょっと教えてくれると助かるんだけど、えっと、うまくいってない場合ですかねまあ現実的なラインまあ一番理想的なラインどっちでもいいよ。あ じゃあ理想的なのでいくと、うん、やっぱり大リーグで活躍して、うん、まあ35歳、でまあ、その選挙のタイミングとかも計らって、うん、まあなんか別の NPO だったりで、うん、まあそういう政治家っぽい活動してから行く、政治家の道に行くっていうのが。ということは弁護士にならなくていいんだね。そうですね弁護士挟むつもりは今のところ。なるほど、じゃあ25歳ルートだと、25までしか野球できなかったルートだと。 そこは正直まだ考えてないので、まあ、その時の気持ちによるしかないっていうのは今正直なけど多分弁護士かな違うまあそうです普通の一般企業に就職する、はい、あまあそれは一番ないかもしれないですない、はい、弁護士だと思う現時点ではその確率が高いかもしれない、はい、なるほどねでそこから政治の世界を目指す感じはいなるほど分かりました総理大臣になりたいとか大統領ってになりたいって結構その大きな志じゃないですか年年間20年間か 過ごして,てなんか普通に生きてたらなかなか思わないと思うんですけどなんかそ,そう思うに至ったきっかけみたいなのってありますかそうですね一番最初は、えっと、高校3年生の時のコロナ禍になった時にいろいろ本を読んでたりして、えっと、2回目の、えっと「えっと、A のゼロを読んだ時に、まあ、やっぱり戦争良くないなと、まあ、純粋に 思ったのと、やっぱテレビ見ててあの国会のバカバカしい映像を見てて、うん、<laughs> あのすごいちょうどあのコロナ禍の時になんかやってて<ー>なんだこれはと思って、あ<ー>まあこれはそれ大臣になるしかないなとかこれを変えるならと思って、まあそれが三年間ずっと思ってたっていうところです。なんかあの大学とか中高もなんかこうどちらかというとこうみんなを仕切るタイプの子なんですか、佐野君は？えっとまあ公式野球部では。 マネージャー兼学生コーチになってからは、えっと、割とキャプテンより上というか、えー、何ならほの,の部員に監督と呼ばれてたり <laughs> <監督> <laughs> した感じですね結構そこでは今リーダー的な遊ぶ時とかも割とこうリ,ーダーリーダーっぽいああまあそれはそうでもないかもしれない自分が信念を持ってるものに対しては割と闘争でリー,ダー,しリードしたいっていう。 まあ人生に回り道が必要だと思いますよ僕は <laughs> これぐらいくらですかえ全額ですね全部いいんじゃない、はい、そうのも林、えー、さんから今全額出ましたんでこれに乗っかりたい方は同じように全額を積んでいただければ勝負になりますいかがでしょうか僕出したいですはいはい、はい、小林雄さんからも全額出ましたこれは東大やキューブで活躍しのプライオリティー1は変わらないんだよねとりあえずね 今のとこね。そうです。野球がそうなのね。オッケーですか。皆さん、他は。はい。では、まず、一旦、完全オールです。おめでとうございます。じゃ、半分ずつ、お願いしたいです。ちなみに、今回さ、これに出ることは、お父さん、お母さんに言ったの。じゃないです。言ったの。だめマジか。面白いね。どう出たの。いったら、挽回される。ああ、確かに、かいかっですね。事後報告。 20歳だから、OK、かオ,ッオッケーな